試合をお楽しみください。こちらが加藤美優。今日午前中行われました準決勝では牛島理沙を 4-1、4-1 ストレートで破りました。加藤美優は25歳、身長156センチ、世界ランキングは現在776位ですが、2018年に122位を記録しています。日本ランキングは現在45位。ご覧のような今大会の加藤の勝ち上がりです。今大会グループリーグが行われまして、おとといと昨日、ご覧のように全試合ストレートで勝ち上がって、そして今日の準決勝、牛島理沙を破って決勝進出を果たしています。さあ近藤さん、はい、この加藤美優という選手は、まあ、小柄なプレーヤーではありますけども、非常に身体能力の高い選手ですよね、はい、いや本当にそうですね。あのテクニックもそうですが、動きも非常にいい選手ですね、はい、あの加藤と言いますと、全豪オープンでダブルスでベスト4という素晴らしい成績があるので、はい、ダブルスの方で注目されている選手なんですが、まあ、シングルスでもツアーで準優勝というのもあるんですよね。そうですね、まあ、なのでそういう意味でもこのシングルスでも、本当に動きもよく能力発揮できる選手ですよね。今お話があったグランドスラムでのダブルスベスト4というのは2017年の全豪オープン、小住エリと組んでベスト4進出を成し遂げました。そしてシングルス準優勝というのは2017年のジャパンウィメンズオープン、この時には決勝カザフスタンのディアスに敗れましたが、ツアー初の決勝進出ファイナリストとなっています。そしてこちら28歳の今西美晴です。身長162センチ、現在世界ランキングは399位です。キャリアハイは2018年に記録しました187位です。 JTA 日本ランキングは23位、京都府宇治田原町の出身です。今回この今西美晴はご覧のような勝ち上がり、初戦加藤美優に敗れましたが、岡村京香、大前明子、清水彩乃に勝って、そして先ほど行われました準決勝、昨年の全日本チャンピオンでもあります本玉舞を 0-4、4-1、5-4 逆転で勝利を収めて決勝に進出しています。2017年の全日本選手権のチャンピオンでもあります今西美晴です。さあ近藤さん、はい、まあ、この今西美晴も決して大きなプレイヤーではありませんけれども、まあ、どういった印象をお持ちの選手でしょうか。あのボールへの入り方が非常に上手な選手ですね、はい、細かいフットワークを多く入れてですね、きっちりボールのところに入ってきれいにクリーンヒットする選手ですね、はい、フットワークも非常にいい、あのテンポよくボールを打ち込んでいくという感じの選手ですね、はい、そうですね、あのチャンスがあればそのフットワークを使ってコートの中に入ってキレのあるボール角度を取ったショートを繰り出してくる選手ですね、はい、なお加藤美優も京都市の出身ですから、両者ともに京都府の出身選手となります。まあ、両者はツアーではこれまで5回対戦があって、実は今西美晴から4勝1敗なんですけども、公式戦の直近の対戦が2018年のオークランド、その1回戦で加藤が 6-1、6-7、6-1 フルセットで勝利を収めています。そして近藤さん、まあ、今大会この両者は、まあ、これがおとといの初戦になりますけども、すでにグループリーグで対戦があって、はい、この時には加藤美優が 4-2、4-2 で勝っているんですね。そうですね、まあ、あのこういうグループリーグがあるトーナメントというと、こういう2回目の対戦というのがあるんですね、はい、まあ、なのでその、同じような結果になるのか、それともこの、うん、1日挟んで、はい、今西の方がしっかり対策練って、うん、今日のこの対戦に挑んでくるのか楽しみになりますよね。そのあたりはコーチなどと相談をした上で、まあ、戦い方を変えてくると、はい、いうことはあるかもしれませんね。当然今西はそのように狙ってくると思いますね、はい、さあ両者ウォーミングアップを行っています。ご覧のように会場ブルボンビーンズドームのセンターコート、無観客でこのエキシビション大会は行われています。そして今大会はグループリーグも、そしてこの決勝戦も含めまして、ショートセットの
試合となっています。4ゲーム選手の3セットマッチ、まあ、ですから近藤さん、通常の6ゲーム選手の試合に比べても短期決戦、はい、まあ、1ゲームの重みが増してくるというところもありますでしょうか。本当にあの先にブレイクした方が本当に有利になりますから、立ち上がりというのが重要になりますね。両者ウォーミングアップを終えて、大会最終日、いよいよ女子の決勝戦が始まろうとしています。なお今大会は新型コロナウイルス感染防止のためにも、まあ、全選手 PCR 検査を受けて、そして選手間の握手を行わない、ボールパーソンも手袋をはめる、こういった対策が施されています。ビートコビット19オープン大会最終日、女子の決勝戦です。今西美晴対加藤美優、第1セット、まずは今西のサーブで試合が始まります。鋭いバックハンドのクロスのミダー、今のは余裕ありましたね、早くボールの後ろに入ってしっかりためがあったので、加藤は動けなかったですね、はい、ではベースラインの内側に入って打ち込んでいく加藤美優。第1ゲーム、今西美晴がゲームポイントを迎えています。しっかり構えてフォアハンド、ダウンザラインへのリターンエースです。高い打点で打ち下ろしていきました。最後はフォアハンドダウンザラインのウィナーで、まずは第1ゲーム、今西美晴がサービスゲームをキープしました。かなりこの直線的なボールでウィナーを取りましたね。そうですね、あのこのような、フラット系のボールが特徴の今西ですね、まあ、一方加藤の方は軌道が高くスピンのかかったボールが特徴的ですね、はい、こちら加藤美優は25歳、いわゆる花の94年世代と呼ばれている、例えば日比野菜緒、尾崎里紗、穂積絵里、二宮誠、沢柳莉子、こういった黄金世代の中でジュニア時代からトップを走ってきた選手です。第1セット第2ゲーム、中に入って攻めていこうという今西。叩いていったボールはラインを割りました。近藤さん、このラリーの中で
今西は軌道の高いボールを使いましたね。そうですね、それをですね加藤は早い判断をしてドライボレーという攻めを出しましたよね、はい、ハンドのクロスのウィナーです。この第2ゲーム加藤美優がラブゲームでサービスゲームをキープしました。両者とも非常にいい形のキープになりましたね。本当にそうですね、しっかりサービスで主導権を取ってその後の展開というのが機能してましたね。ワンゲームオール第3ゲーム今西のサービスゲームです。セカンドのストレートです。セカンドサーブになると加藤のリターンコートの中に入ってきて、早いタイミングの攻めがありますから、はい、そこからこう主導権を取られてしまいますよね。西が加藤を左右に大きく振りました。今西美晴は京都外大西高校出身、ジュニア時代は全国高校選抜で優勝を飾っています。四大大会ではまだ本戦出場はありませんが予選には6回挑戦しています。15-30ネットを越えません、まあ、今大会はおとといから始まって2試合ずつ毎日試合をこなして今日も準決勝を戦って2試合目ということになります。加藤がブレイクのチャンスを握っている。ポイントは今西が取りましたが、今西は少し疲労の色が見えますでしょうか。そうですね、これまで勝った試合すべてファイナルセットということもあって、はい、まあ、多くの時間コートに立っていますからね。そうですね、コートに入って攻めていったボールがアウトです。第3ゲーム加藤美優がブレイクに成功しました。 2-1 です。当然ショートセットの試合ではありますけども、当然競った試合になりますともう1時間か2時間に迫るような試合もありますし、そういった意味では連戦2試合ずつをこなしての試合というのは非常に体力的にも厳しいものがあるかもしれません。まあ、一方加藤はこれまで
すべてストレートセットということもあってですね、疲労度としてはだいぶこの2人差がありそうですね、うん、はい、加藤はグループリーグ4連勝、1セットも落とすことなく、そして今日の午前中行われました準決勝でも元学生チャンピオンでもあります牛島理沙を 4-1、4-1 で破りました。まあ、加藤美優はこの今大会、大会委員長でもあります竹内英二さんが主催するテニスラボのメンバーとして、この、まあ、ビーンズドームを拠点にもしているわけですね。そうですね、普段ここで練習していますから、うん、ホームコートですね、はい、その加藤がワンブレイクアップ第4ゲームのサービスゲームです。まあ、今大会で言いますと女子の花谷凪やあと男子の清水優太、こういった選手もテニスラボのメンバーとしてこのビーンズドームを拠点にしています。ストロークでもミスが増えています。こちら今西美晴、加藤にゲームポイントです。最後はセンターへのサーブ、ネットに詰めていった加藤。この第4ゲームもラブゲームでサービスキープとなりました。 3-1 です。このようにブレイクが一つ先に取れたということで心に余裕もありそうですね、うん、ワンブレイクアップではありますがスコアでは 3-1 となりました。4ゲーム先取の3セットマッチです。第5ゲーム、今西はボールを追いかけられません。まあ、少しこうクリーンヒットではなかったのですが、まあ、早いタイミングだったので反応できなかったですね。どうでしょう、今西としてはそういった、まあ、体の痛みなどもあるでしょうから早い段階でも自分から攻めていくということでしょうか。そうですね、あの我慢してロングラリーにするよりかは少しでもチャンスが見えたところで先に展開という戦法を取っていると思いますね。ドライブボレーで打ち込んでいきました。ただあの加藤もですねフットワークいい選手でコートカバリングありますから、はい、今のようにドライブボレー素晴らしいショットなんですがしっかりとこう拾ってきますよね、うん、まあ、そういう一つの返球できるボールを触られるということが、まあ、この今西に今プレッシャーになっていると思いますね、さあ加藤にセットポイントが来ています。フォアの稲、15-14から1本返しましたが、あ、まだこの体がなかなか言うことを聞かないか。加藤セットポイント2本目です。
ボールがラインを割りました。第5ゲーム、加藤が2つ目のブレークでまずは第1セットを取りました。第1セット、加藤美優から4-1です。まあ、この試合を見ていますと加藤はフィジカル的には問題はなさそうですけども、今西は少し厳しい状況に見えますね。そうですね、足の付け根でしょうか、痛みがあるようにも見えますね。今西美晴はグループリーグ岡村京香との試合 4-2、4-5、4-0、 大前明子との試合でも 1-4、5-4、5-3、 マッチポイントを2本しのいでの勝利。清水綾乃との試合も 4-2、1-4、4-2。 ただこういった試合を制して決勝トーナメントに勝ち上がってきました。まあ、現在この今西美晴は兵庫県の高露園テニスクラブの I Love All テニスアカデミーを拠点にしていまして、まあ、これが今年の春からなんですけども、元フェドカップ日本代表の中村愛子さん、そして、旦那さんで元選手の古賀邦夫さんとともに、まあ、そこを練習拠点にして今頑張っている状態なんですね。そうなんですね。まあ、私もそのコーチに なられている2名の方が、はい、この テニスラボでも一緒にやってたお二人なので、うん、昔からよく知ってるんですね。はい。まあ、今西もここにいた選手なので、そういう意味ではここの、みんな知ってる選手ということになりますね。そういうことですね。ただ今も少し苦笑いでしょうか。ただ太ももを叩いてこの第2セットに挑みます。第1セットは加藤から 4-1、 第2セット第1ゲームです。今西美晴はこれまで ITF では5勝を挙げています。昨年のインドの ITF2 万5000ドルの大会で優勝を飾っています。現在第2セット第1ゲーム、スコアは15オールです。ここはダウンザライン、この加藤のボールは非常にこうスピンがかかっていて伸びてきそうですね。はい、そうですね。まあ、今のもベースラインよりも後ろの位置だったのですが、しっかりとフットワーク使ってボールの後ろ取れたのでいいコース打ちましたね。このボールもわずかにラインを割っています。加藤はですね、角度を取ると次のボールをカットしようというプレッシャーがあるので、はい、外へ外へと今西は逃げてしまってますよね。ここはサーバンドボレーに行きました。第2セット第1ゲーム、加藤美優サービスキープです。このあたりはシングルス、そしてダブルスでも非常に実績のあるプレイヤーですから、ネットを絡めたプレーということも得意にしていますね。はい、そうですね。まあ、そのボレーのテクニックの自信がですね、うん、このようにネットへも躊躇なく出れるということにつながってますよね。2018年にはキャリアハイ122位を記録しましたシングルス。ただ昨年は、まあ、ダブルスでは31大会出場しましたが、シングルスは5大会のみ。東京オリンピックダブルスの出場を狙った形でそういったスケジューリングをしていました。
ただ今後はまたシングルスとそしてダブルス両方で大会スケジューリングを図って一つでも多く出場していきたいと語っていた加藤です。まあ、当然また加藤はですね、新ダブルスでランキングもっと上げてということをメインに狙ってくると思うのですが、はい、まあ、あのシングルスもうまく絡めることによって両方がうまくいくといいと思いますね。あの以前両方出ていた時にシングルスを戦ってそのままこうダブルスの試合もある時に非常にフィーリングがいいということも加藤は話していたようですね。はい、ネットに当たってラインを割りました。まあ、一大会ダブルスもシングルスも出るとなると疲労度のことを考えると当然どちらかに絞った方がいいのですが、フィーリングとしてはやはり両方出た方がいいことが多いんですね。はい、さあ加藤、このゲームもブレイクチャンスを迎えています。バックハンドがネットにかかりました。このゲーム加藤がブレイクを果たして第1セット途中から第2ゲーム以降から6ゲーム連取となっています加藤美優です。加藤のディフェンスもいいですね。まあ、その動きの良さ、そしてバネというお話もありましたが、やはりこの脚力の強さというものがそういった動きショットを生んでるんでしょうね。そうですね、それが今はディフェンスの方にもそしてオフェンスの方にも両方にしっかり生きていると思いますね。ハンドのダウンザラインです。まあ、今西はポイントを取るのにこのようにいいショットを3球4球と続ける必要がありますね。まあ、それだけ加藤もよくボールを返してきますからね。はい、このゲーム2つ目のダブルフォルトでラブ40になりました。今西美晴はブレイクバックのチャンスを迎えています。どうでしょう、加藤にとっても相手の今西が、ま、動きが本調子でないというのが見えている分やりにくさもあるでしょうか。そうですね、まあ、なのでこのゲームを取ることによってほぼ自分のものにこの試合をできますから、まあ、そういう意味でこのゲーム硬さが出ているのかなというふうにも見えますけどね。ラブ40から3040にしていますが、もう1本今西にブレイクチャンスです。ここはドロップショット、今西は動けない。しっかりとコートが見えていますよね。加藤はラブ40からデュースにしています。
クロスがコートに収まりません。なおこの両者は2014年の全日本室内の決勝でも対戦していまして、この時には加藤が今西を破って全日本室内初優勝を飾っています。ここはテンポよく打ち込んでいった今西です。やはりこのフラット系のボールは非常に伸びがありますね。そうですね、鋭いですね。なんとか1ゲームを返して一つ流れを止めたい今西です。デュースはこのゲーム2回目。決めに行ったショットはアウトです。リターンでよく返したんですが、今西はこのゲーム3つのブレークチャンスを生かせませんでした。第3ゲーム加藤がサービスゲームをキープしまして、これで第2セット3ラブとしています。ここは今西は一つね返すチャンスではありましたけどもね。そうですね、加藤の方が余裕があってですね、最後の読みも大胆なところ当たりましたから ね、うん、 そ, うですね。そういう動きが見えてプレッシャーになってしまいましたね。今シーズンの3月以降、新型コロナウイルスの影響でツアーは中断となっていますが、そういった中この5月に加藤美優は、地元京都市に対して、ジュニアスポーツ振興のために111万1111円を寄付したということで、全ての少年少女がまた1位を目指してほしい、そういった思いを込めて地元京都市に寄付をしました。ポイントは今西です。そういったプロスポーツ選手が、選手として、どういったことをできるかという部分でもありますね。本当に素晴らしい活動だと思いますね。はい、そういったジュニアもそうなんですけども、テニスをしたい、試合に出たいと思っていても、その場所がなかなかできないというね、はい、今状況でもありますからね。本当に辛い状況ですよね。そういう辛い状況ですが、この機を改めてですね、テニスを好きになってもらえたらというふうにも思いますよね。はい、こういった期間があってからこそ、何かよりテニスに対する愛情といいますか、自分はテニスが好きなんだなということを再確認する、そういった選手も多いようです。さあこのゲーム1540になりました。加藤美優にチャンピオンシップポイントです。最後はフォアハンドのリターンウィナーで決めました。ビートコビット19オープン女子決勝、加
加藤美優がストレートで今西美晴を破りました。見事優勝を決めています。試合後の握手はありません。感染対策を施した上でこの大会は行われています。4140、加藤美優が優勝を飾っています。解説は近藤弘樹さんです。さあこの女子の決勝戦、加藤が優勝を決めましたが、どうでしょう、この、両選手とも毎日2試合ずつ試合を戦って、そのフィジカルという部分も影響したところはありますでしょうか。そうですね、この決勝戦に限ってはそのフィジカルの面で大きく差があったようにも思いますね、はい。そういう意味で加藤の今の仕上がりというのは本当に最高の出来が今、状態にあると思いますね、なのでこの予選リーグといいますか最初のリーグからセット落としての